真夏の海の物語が始まる。巨大な岩の柱が並ぶ東尋坊、奇跡の絶景の沖合は日本海屈指の豊かな漁場だ。地元三国港は夏の海産物でにぎわう。釣り人たちを魅了するのがイカの女王、ケンサキイカ。濃厚な甘みは感動的ですらある。来た。おー、でかいでかいでかい。今回は大人気のメタルスッテゲーム。これすごい。ほら、これでかいよ。初登場の市木カレンさんは釣りファンが選んだアイドル。キュートなのはもちろん、キンタースワー出た。ひとたびロッドを握ればかっこいいフッキング、最強の釣りガールと呼ばれる。ついに来た。バス釣りの沼にはまって2年半、イカ釣りも魚釣りも初体験。そこでエスコート役を買って出たのがご存知、イカ先生こと富所純さん。イカ釣りの楽しさを知ってほしいという。はい、はい、ダブルヒット。人世のセッション、驚きの結末が待っていた。ちょっとイカ先生の方が聞いてね。東尋坊を抱える三国は九頭竜川河口に広がる港町。イカ釣りの名所としても知られる。一木さん、初めての港町を探検しようと少し早めに到着。久しぶりに海の匂いを嗅いだ。電車が一車両しかない、なんか地方に来たなって感じがしますね。なんか日が西に傾き始めた午後4時、イカ先生と初顔合わせ。はじめまして。はい、こんにちは。市木カレンです。はい、富所です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、まあ、福井の海でメタルスッテゲームということで、はい、まあ、こんな感じでタックルがですね、簡単なタックルでちっちゃいね、もう持ち運びしやすいやつなんで、まあ、こうちょっとゲーム性のある釣りなんでね、はい、ぜひそれを楽しんでもらいたいなと思いますので、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。じゃあ乗りましょうか。はいはいはい、はい、じゃあ船長、船長よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。釣れますかね。釣れます。釣れます。釣ってください。はい、頑張ります。船長はイカ先生と20年来の友人、藤田さん。午後4時30分、三国港から出船。魚探ですか？そう、この魚探が拾ってるやつがここに電波で飛んできてる。ベイトの棚がこれぐらいになってるっていうところを狙い撃ちする感じ。午後5時、三国沖。市木さんのイカ釣りデビューの舞台である。まずはデイゲームに挑む。で、これエギね。エギで、このキラキラ系のやつとか、キラキラいろいろ試してみたらいいんで、はい、どれから使ってみるか。キラキラ言っていいですか？どうぞ。こういう感じで。日本発祥のルアー、エギ。イカの習性に合わせて様々なタイプが考案されている。
日が高いのでどちらかというとイカはね、うろちょろうろちょろしてて、この船の下には特についてないんね、はい、でこれ夜になると電気がつくんでこの船の下に来るんだけど、だそういう時はちょっとこう広めにちょっとね探ってあげるっていう意味で、はい、こう軽くこのままポーンって投げてあげて、まずはしっかりとそこに落としてあげる、はい、で着底させたら糸ふけを取りながら1、2、3、4なんですね。で今のでだいたいそこから1メーターから2メーターぐらい浮いてます。で今手前に仕掛けが寄ってきて、エギがこっちを向いてずっとこう来てる感じですね。で当たりがなければ一回そのまま落とします。で一回そこまでつける。でそこについたらもう一回1、2、3、4、これぐらいですね。日中は深場に潜むケンサキイカ、キャストして広範囲を探る横の釣りが有効だ。キャスト性能の高いスピニングタックルを使用する。市木さん第一投、エギがそこについたら 3,4 回しゃくってステイ、動きを止めるのだが、どれぐらいの時間ステイさせてたらいいんですか？だいたいね5秒から10秒ぐらい、はい、ちょっとね今船がこう上下してるので、はい、ある程度安定させるまではしっかり止めた方がいいかな。でもう穂先になんか違和感があったら、うん、まずは合わせて、合わせる、はい、イカ先生のお手本をご覧あれ。しゃくりながらゆっくり巻き上げる。その後ステイ、最低でも5秒はカウントしたい。市木さん釣り方を真似てみるのだが、バス釣りとは勝手が違う。川でも湖でもない大きな海なのだ。よっしゃ来た。おお。はい。ちょっとあでも大したサイズじゃないな。よっ。さすが先生。はい。かわいいサイズ。はい来ました。綺麗。それがケンサキイカ、ね、これがケンサキイカ、ほらどんどん色変わるでしょ。だからもう怒るとちょっとね色が濃くなる。うわっ、ほらパラソルサイズとかって言うけど、これの倍になるんで、こっからさらにこれぐらいになるプラス。それを今日はね釣れたらいいかなと。そうですね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、1杯目当たりのイメージが湧かない。表情も曇るばかり。あ、乗った。来た。あ、取れた。取れた。重りに触ってる？一回見ちゃってもいいかも。どう？特に何もついてない。特に何もついてないですね。魚かな。結構もうグッグッグって持ってくるの。あ、グッグッグだった、はい、じゃあイカかもね。で、イカの場合合わせを入れないとかからないんで、はい、魚と違ってこう飲み込むとかそういうこと一切できないんで、かじって違うと思ったらパッて離す、うん、なんかおかしいと思ったらしっかりと合わせを、すぐ合わせている、すぐ合わせて即合わせ、はい、送り込んだりとか絶対しちゃダメ。はい、やっぱそこ付近ですね。うん、もうこの時間はもうそこにしかいないから、うん、ちょっと難しい言葉なんだけど、昼夜新鮮運動っていう、はい、イカの習性があって、昼は深いところにいて、夜になると浅いところに上がりますよっていう元々のイカの習性がある、だから昼間はそこだけでいい、はい、で夜になるとどん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 浮いてくるっていう。市木さんのバラシを見たイカ先生、仕掛けを変えるようだ。
そしたらですね、ちょっと仕掛け変えてみます。上の方にエギですね。さっきは下がエギだったんですけど、上にエギですね。これをずっと下に行くと、今度は下に今度メタルですね。これはもう重りの役割もします。なるほど。でここに針もついてる感じですね。でまあこの2つの仕掛け。鉛製のメタルスって、いよいよメタルスってゲームだ。メタルスってをラインの先端に、エギを枝巣に結ぶ。細かくしゃくり、エギを上下に揺らし、スッテでボトムを狙う。あ、イカだイカだ。全然引かない。本当にイカかなって感じです。おお。でもちっちゃいなこれ。はい。メタルの方に行きましたね。メタルの方に。メタルの方に。さっきですね、カレンちゃんが一回触ったけど、はい、乗んなかったって言ってたでしょ。はい、であの時エギ触ったけど全然こうヌルヌルしたりも何もついてなかったでしょ。はい、何もなかった。ってことはおそらく重りの方に触ってた可能性があるんで、だったらちょっとメタルの下に来る方にちょっと針がついてるっていうことで、ちょっと仕掛けを変えてみたらこっちの方に来たんで。素晴らしい。頑張れカレン。はい。イカ先生、いつものノリが出てきた。乗った。おお、おいいサイズ。おお。やっぱり一発目当たってたね。よし。ふい。やっぱりメタルの方がいいのかも。もしかすると地合いかも。ちょっと遅めだけど。よいしょ。よいしょ。ほら大きくなった。よいしょ。はい、大っきい、ね、かっこいい。いいサイズ、ね、大きくなるとかっこよくなってくるでしょう。かっこいいですね、うん、本当。まだまだでかくなるからね、本当ね。イカはルアーを足で抱く。魚の口にかけるフッキングは使えない。結局釣れぬままデイゲーム終了。でも本番はこれから。ナイトゲーム、イカの夜釣りが始まる。おお、着いた。じわじわと。じわじわと。ほら。うわ。光、炎みたい。魚探を見てもらおうかな。はい。今こんな感じで魚探を見ると、ほとんど今何も見えないでしょ。はい。そこが赤い線になってて 25.23m、はい、ね。で今この上には何も映ってない。これが光が今ついて、でプランクトンが寄ってくると、それに合わせて今度小魚が寄ってくるんで、ここに今度ベイトンがついてくる。この魚探のね、あの変化なんかも見ていくといいかなと。はい。午後7時、周魚灯が灯った。日没後もまだ明るい。夜が来るまで横の釣りを続ける。あの電気ついてるのはみんなイカですか？あれイカ。イカ。ポン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 。今これで 1,2,3,4,5,6 個見える。結構いますね。これ全部イカの船。週末になるとどっちが岸か分かんないぐらい光だらけになる。本当に。本当ですか？本当にどっちが岸か分かんないぐらい。三国沖には街灯のように無数の明かりが灯るという。このブームの火付け役がイカ先生だった。他の船は15年ほど前、船長を誘いイカの夜釣りを始めたところ、瞬く間に広がったという。こんなもん。僕は初めてこう先生に、先生っていうか富所さんに教えてもらって、もうイカのことはとにかくもう本当に先生なんですよ。よっしゃ来た。よっしょ。来ましたね。今ね、ちょっとそこを切って
上に気持ち浮かせてやりました。でちょっと暗くなってきたんで上上ちょっと誘って1回ぐらいは誘ってみようかなと思ってやったら来ましたね。おお、いいサイズ。はい、また来ました。まあまあサイズですね。よいしょ、はい来ました。よし、こっからですよ。カレンちゃん頑張って。置いてけぼり、置いてけぼり、大丈夫大丈夫、すぐ釣れるよ。早く一杯釣りたいです。まあ釣れないことはないから大丈夫、慌てずに。はい。空も海も漆黒に変わる頃。ね、表層からね、12メートルまでなったね。着いたね、一気に着いたね。魚探が赤く染まった。海面から水深十数メートルまで小魚の群れだ。からですね、ちょっと仕掛けを、仕掛けはメタルリグですね。下にメタルがあって、で上が浮き吸ってになります。ここでエギを浮き吸ってに変更。水中を漂ってイカを誘う軽めの吸ってだ。横の釣りで活躍したスピニングタックルからベイトタックルに持ち帰る。よし、そしたらカレンちゃんね、はい、今度は、横で投げてたでしょ、はい、で今度は縦の釣り、ベイトタックルなんで上下に上下に。光に寄せられたプランクトンにまず小魚が集まる。その小魚の群れをめがけてケンサキイカが集まってくる。船の真下を狙う縦の釣りだ。これからがメタルスってゲームのクライマックス。ベイトリールはカウンター付き。繰り出したラインの長さで水深を教えてくれる。カウンター見て、はい、誘うのがだいたい1メーターずつ。1メーターずつ。仕掛けをフォールしたらしゃくっては止めるを繰り返し、イカのいる棚を探っていく。おっしゃ来た。18メーター。おお、水深18メートルでヒット。でかい。でかい。おー。ういほら、よいしょ。大きい。抜けない。抜けない。よし。サンキュー。一番大きいじゃないですか。今日一。今日一。今日一が来た。ほら。でかい。すごい。来ましたね。はい、パラソルサイズでーす。素晴らしい。大きいでしょう。大きい。ほら、こんなでかいのがいます。いいな、はい、すると、一木さんにも。お、来ました来ました。お、来た。お、来た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 。ゆっくり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 。何メーターぐらいだったか分かる？もう分かんない。もう分かんない。そこからすぐ15とか15ぐらい。はい。わー、やったー。あ、スルメだ。スルメ？スルメイカ。スルメイカ。まさかのスルメイカ。スルメ。うわ。ここにね、はい、線が一本こう入ってるんだよ。あとね、ゲソがめちゃくちゃ強いの、スルメは。あ、そうなんですか。うん、やったー。やりましたね。とりあえず、まあ、本命じゃないけど、嬉しいゲスト。嬉しいゲスト。笑顔が戻ってきた。今はどんな感じだったの？今のはステイさせてて、しゃくろうと思ってあげたらもう重かった。
ってことは当たりが取れてなかったかな。取れてない本当にちょっとした変化、例えばこれ穂先見てて、はい、いい、これ当たり、それ当たり、こんなこれぐらいのちっちゃいやつ、おこれも当たり、シビアで釣れたらかかった瞬間にカウンターを見てみて、その時の棚が当たり棚だから、そうするとかかった瞬間にその棚を例えば 25m とか 21m っていうと、隣の人がパーッと合わせるとそこでヒットしたりする。来ました、ホールで大体今ね24、今みたいにホールで抱いたりもする。お、結構いいサイズ、ちょっといいサイズだと思う。重たい、本命か、いいサイズ、剣先っぽいけどね、剣先っぽい、本命だったらいいな。あ、剣先、剣先、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、剣先さん、これ一番でかいよ、一番でかい、よいしょ、はい、やったー、お、でっかー、でかいでかい、これはほら来たー、おい、よいしょ、よいしょ、はい、パラソル、やったー、やったぜ、おっきい、一回当たって乗らなかったんですよ、あの話してる時に当たって、その後ホールでドンって泣いた。これはね、もう完全に40超えてる。大変じゃない。やったー。みんなこれが釣りたいんだから。本当ですか。そう。これが人生初の剣先イカ。でかいでしょ。でかい。買い物カゴに入らないんだから。入らない。やばいっすね。これいくらで売れるんですか。これだと、まあ、今コロナで安いけど、はい、本当にいい時だとこれ一つで4000円。おお、稼ぎ頭、稼ぎ頭、だからこれ3つ釣ったら1万2000円です。いやー、ここでイカ先生、釣りたての剣先イカで刺身を作ってくれるという。スーッと引いちゃいます。だからこれメスですね、ほら、これ卵です、これ、卵、うん、これ卵、あ、すごい、簡単に、うん、簡単に剥けちゃいます。はい、こんな感じで綺麗に取れましたと、さっさっさっさと、はい、この辺は戦場料理なんでちょっとね綺麗に盛り付けられないのは許してください、はい、ごま油を実はちょっと垂らすんです。ちょっとね味付け軽くでいいんですけど、ね、風味付けに、これぐらいで、最後に醤油、醤油をたっとこう入れて、じゃあぜひ食べてみてください。いただきまーす、はい、がっさりいこうかな、がっさりと、いただきます。うん、おいしい、あ、歯ごたえが、歯ごたえすごいでしょ、あ、すごい、ごま油めっちゃいいですね。ね、あ、このね、今の歯ごたえがね、うん、もう釣りたてでしか味わえない。熱い釣り魂に火がついた。イカ先生を横目でチラリと見ては自分の釣りを修正。前向きなのだ。よっしゃー、来たー。ほらほら。よいしょー。18m、 こいつもでかいね。おお、ほら、いい、よいしょ、太いですね、うん、いいサイズ、うん、いい、さっきのイカの後だと可愛く見えちゃうけどこれもすごいイカよ、これいい。立て続けにヒットするイカ先生、一方市木さんは当たりがあるがイカが乗ってこない。触った時はあのチャンスだと思った方がいい、はい、1回触ってで警戒してるんで離しちゃうのね。だからその後に例えば合わせたって言ってイカが乗らなかったって言ったら、はい、もっとゆっくり、もっとゆっくり、デッドスローでゆっくりこうやって落としてってあげる、こうやってで落としてってここまで来て元に戻してイカが乗ってなかったら
今度はリールを巻かずにもう一回こうやってキュッキュッとやって、でまたピタッて止める。ピタッて止まった瞬間にキュッて抱いたりする。あー、なるほど。よっしゃー、来た、当たったよ。今 20m で当たった。今見てて、ほらこれね、こんな感じ。今みたいに一回当たって、でその後ね、しっかりね抱かせられるんで、一、はい、回当たったらチャンス。スルメだ。まあスルメでもいい。これ、ね、自分の思った通りに釣れたらやっぱり一番気持ちいいですね。まあちょっとスルメですけど、まあ、この、ね、戦略通りにこうイカをね騙したみたいな感じがしますね。要は考えて釣ること、普遍の定理である。そして大事なのがチームワーク。来たー。おー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 、21m。 21m。 あ、今ちょうどそれぐらいです。ダブルになるね。でその棚に合わせたらもうちょっと誘ったら、あとピタッと止めておく、はい、そうするとやる気があるとこうやって他のイカがないかなないかなって探して、そっちにパッて行ったりする。触ってんじゃないそれ、ほら今触ってた。来た、ほら来た来た。よし、ダブルヒット。はい、やったー。はい、よいしょ。ちょっと、あ、いいサイズ、ダブルヒット。よいしょ、OK、やりました、ダブルヒット、ダブルヒット。こんな感じですね。やったー。ちょっとイカ先生の方が大きいんじゃない。あ、ちょっとイカが気使ってくれたな。さすがイカ先生。本当はレディーファーストなんだけどな。まあ、こんな感じで、はい、あの当たった棚を今何メーターって言った時にそこにピタッと合わせてあげるとパッてくるんで、はい、なんかこう共同作業だね、うん、もうなんか自分の釣果だけじゃなくて、市木さんもただものではない。ダブルヒットで掴んだようだ。来た、お、来た、どうも、家乗りだぜ。はい、何メーター？結構ボトムでしたね、今のは。ボトムで、はい、あら、なんかちょっと掴んだんじゃない。掴んだかもしれない。乗ってきたね、乗ってきた。よっしゃー、来た来た来た。今のは合わせれましたね。気持ちいいでしょ、合わせが決まると。はい、ちょんちょんちょんってやってる。そうそう、そう、今の当たりを私が自分でかけたんだよっていうのが楽しい。やるぞ、やったぜ。先生、何してるかな。あ、これ結構いいサイズな気がしてます。結構重たい。お、でかいでかいでかい、でかいでかい。はい、来た、やったー。これすごい。ほら、これでかいよ。ほら、なんと、今日一の巨大イカ。カラソルサイズ、カラソルサイズ、やったね、やったぜ、やったぜ。イカ先生と最強の釣りガール、まるでセッションだ。来た来た来た、こっちも来た。ダブルヒット、ダブルヒット。こっちもこうだな。ちょっと待ってよ。はい、よし、あ、いいサイズ。締めちゃいます。おお、元気がいい。これがジェット噴射ね。はい、行きます。よいしょ、よいしょ。はい、ステコみたいな。スカー、打ってきた。最後は笑顔のダブルヒット。100点満点の夜釣りを締めくくった。長い夏、釣り糸を垂らせば子供に帰ることができる。これもまたいかん。
笑顔になれる。イカ釣り。釣りに出かけよう。ひと夏の思い出のために。